いらっしゃい。僕が依頼主のリーリットだよ。今日君に来てもらった理由だけど、うちの工房の剣を有名にしてほしいんだ。宣伝は専門外か。そうかな。ううん、そんなことはないと思う。欲しいのはうちの工房の剣を使って勝って勝って勝ちまくって欲しいの。具体的にはうちの工房が武器を提供している騎士団があるから、そこの戦術顧問になって欲しいんだ。正解かな。残りの半分に英雄の存在があるの。英雄が振るう剣には大体名前がついているものだけど、それは英雄が剣を名のあるものにしたってことなんだ。元からいい剣である必要はあるんだけど、その部分はうちの工房の剣なら大丈夫。質には自信あるからね。
験の質を見せたいから一つ実験をしてみるよ。まずはこの剣を見てほしいんだけど、これは人間の工房で作られた剣で、世の中で一番使われている剣なんだ。登場だ。ちょっと危ないから下がっててね。よう、ふうちの剣はなかなかでしょう。この折れた剣も広く使われてるし、決して悪い剣じゃないの。むしろかなりいい剣なんだけど。でもうちの剣の方が上。だけど広く使われてるのはもう折れてしまった剣の方なの。悔しいじゃない。もっといい剣があるのに、あんまり使われてないなんて。そこで、もう一度依頼内容を言うよ。うちの剣を有名にしてほしい。うちの工房が剣を提供している騎士団があるから、そこに戦術顧問として入って戦闘の指揮をしてほしいんだ。それでその騎士団を勝ちに導いてほしいの。受けてくれるかな。受けてくれるんだ。ありがとう。よろしくね。
Thank you.